テイラー・グラント・ウィリアムズはアメリカ合衆国ワシントン州バンクルバー出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。2013年の MLB ドラフト4巡目でミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ヘレナ・ブルワーズでプロデビュー。12試合に登板して3勝1敗。 防御率四点二五、四十二奪三振を記録した。二千十四年は、A 級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズと、A 級ブレバード・カウンティー、マナティーズでプレーし、二球団合計で二十七試合に登板して九勝三敗、四セーブ、防御率二点2 7百三十七奪三振を記録した。二千十五年から二年間は、トミー・ジョン手術及びその、リハビリのため、 当番がなかった。2016年11月18日にルール5、ドラフトでの流出を防ぐために、ブルワーズの40人枠入りした。2017年、3年ぶりの復帰となったマイナーでは、A 級ビロクシシャッカーズでプレーし、22試合に当番して0勝2敗、防御率3.09、57奪三振を記録した。9月1日にメジャー初昇格を果たし、 6日の新シシナティレッズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは5試合に登板して防御率1.93、4奪三振を記録した。2018年はメジャーに定着し、56試合に登板して1勝3敗、防御率4.25、57奪三振を記録した。2019年は10試合に登板して1勝1敗、防御率9.82、15奪三振を記録した。 2020年2月21日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。2020年8月31日に後日発表選手とのトレードでサンディエゴパドレスへ移籍した。2021年9月3日にディエフェとなった。2021年9月6日にウェーバー工事を経てマイアミマーリンズへ移籍した。基本的にフォーシームと スライダーとのコンビネーションで対峙している。ありがとうございます。